いですか。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、民主主義緊急事態宣言は、はい、盛大な拍手をありがとうございます。はい、今日も全国10万人の皆さんに支えていただいて、増山玲奈と、はい、天野元康の、民主主義緊急事態宣言、はい、はい、去年の 9月から始まり、はい、考えてみるとこの緊急事態の度合いがどんどん強まっているという感じですね。そうですね、はい、まあ、ね、マスコミもいろいろ報道するようになって、はい、まあ、国民の人が皆さんがすごい政治に今関心を持っている時期だと思うんです。そうですね、はい、まあ、大切なことはやっぱ伝えていかないといけないということで、はい、はい、今回は森友問題、今全国的にも注目を集め、連日国会前ではさまざまなデモや集会が行われていますけれども、こ の, あの問題の鍵となる、国有地払い下げ の,、はい、あの理由とされているこの8億円、実はこの減額、分のゴミなかったんじゃないのという大切な問題を、貴重な資料を作っていただきまして、会場の皆さん、インターネットで番組を見てくださっている皆さんとともに、この、環境ジャーナリストの青木康さんに、今回お越しいただきまして解説をいただこうと思います。青木さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、簡単なその公共カフェフォーラムの話と、私からオスプレイの話を、紹介して後に、この講演に行こうと思います。ではまず天野さんからお願いします。はい、はい、今ですね、こちら、公共貨幣という本を、まあ、山口香織さんという、まあ、元同志社大学の教授の方が書いた本があるんですけども、この公共貨幣というものを実現しようということで、公共貨幣フォーラムという組織が立ち上がっています。でこれはどういう内容なのかといいますと、今お金というのはですね、今の資本主義経済では、まあ、中央銀行と民間銀行が作り出しているわけですよ。で中央銀行はね、今量的緩和政策で国債を購入するということで分かるように、国債などを購入してお金を作り出しているわけですね。でその国債っていうのは政府の借金です。だから借金を通じてお金をやっぱ作り出しているわけですよね。でもう一つは民間銀行がお金を作り出すわけです。で民間銀行というのは貸し出しによって預金というお金を作り出しているわけです。だから貸し出されることによって預金が発生するという仕組みなんです、今の資本主義はね。でそうすると貸し出しでお金が作られるということは、それも借金なわけです。だから債務貨幣システムということが今の、まあ、資本主義経済のお金の特徴なんですけども、つまり与えられることによって作るのではなくて、誰かが借金することによってお金が作られる、まあ、国や企業や個人が借金することによってお金が作られるというのが今の資本主義経済の仕組みだけです。でその債務貨幣システム、誰かが借金しなきゃお金が作られないシステムはおかしいだろうと、それが今の社会の根源的な矛盾、社会的なさまざまな矛盾を引き起こしているんだ。政府の借金もそうだし、個人が借金まみれになるのもそうだし、企業が倒産するのもそうだし、非常にこの世の中が、余裕がない、そしてみんなが借金によって優遇に追い詰められる社会というのは、じゃあ何なのかというと、この政府債務、その債務貨幣システムに問題があるんですよ。でそれをなくしましょう。じゃあどうやってなくすることができるかというと、政府がお金作ればいいんじゃないのと、つまり政府の、まあ、こちらで言えば公共貨幣の機関ですね、公的な機関が、お金を作ってみんなにお金を渡せば、ね、それは政府今の債務貨幣システムというのをなくすことができて、もっといい社会になりますよというのを目指すのが公共貨幣フォーラムです。でそれをやはり実現しようということで、ね、私も増山さんもですね、この公共貨幣フォーラムの多摩支部の、代表として、今なりましたのでなっております。ぜひ皆さん、この公共貨幣というのを実現しようということに賛同される方はですね、まあ、多摩支部じゃなく、多摩地域じゃなくてもいいんですけども、ぜひ我々の活動にご参加いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。この公共貨幣にも関連して、私映画監督やってますが、
次の映画スタートをし始めています。4月から撮影スタートで、最初の撮影4月の9日を考えていますが、貨幣の問題考えていこうということで、子どもたちがお金について話し合う国連みたいなシーンを撮影する予定なんですが、今、いろんな国の子どもたち一緒に撮影したいなっていう方を募集しています。またこの映画ベーシックインカムということを軸に置きまして、貨幣システムも変えていき、そして一人一人が、民がちゃんとお金をもらえる社会を作ろうということで、ベーシックインカムについて考えていきます。働き方、ここがおかしいんじゃないかと思われる方は、ご自身の体験をドキュメンタリーで話したいという方も募集しておりますので、ぜひ番組、そして私たちのメールの方にも、ご連絡をください。私からの告知もう一つありまして、タイムズですね、月刊タイムズ編集員やっております、4月号が販売されております。この中で日米合同委員会について詳細な記事ですとか、キム・ジョンナム殺害の真実ということで、殺害後、会う予定だった石井はじめ先生からのご寄稿もいただいてます。また150人の被爆労働者の取材をされた樋口健二さんにお話をお聞きしまして、樋口さん4月の2日に日野の生活保健センターに来てご講演もいただく予定です。4月2日は貞子の鶴の上映も一緒に行いますので、1時半からぜひいらしてください。またこの貞子の鶴、昨日も日野で上映しまして、忘れない福島映画祭やってきたんですけれども、そこからぜひエコー検査を一緒にやろうよというお母さんたちの運動が始まりまして、はい、少なくとも私たちの子どもたちだけでも測ってもらおうよっていう小さな集まりなんですが、ここから私もぜひ参加したいという周辺地域もしくは東京周辺に来れる方で、そのエコー検査無料でやる、エコー検査参加されたいというお母さん方、お子さん方、お父さん方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。ささやかですが一歩一歩進んでいくがモットーです。というわけでですね、今日は森友学園の問題深めていきたいと思うんですが、森友学園連日デモを仕掛けておられます。主催の田中正道さんもやってきてくれました。まずこの、国会を取り囲むぐらい、今度は100万人ぐらい集めましょうかね。31日のデモの告知です。お願いします。お願いします。どうぞ。OK です。はい、どうぞ。お疲れ様です。はい、今松山さんからご紹介ありましたけど、森友問題をずっと3月1日からいろんなイベントを立ち上げて、森友デモ実行委員会という形で国会周辺で、デモ集会を仕掛けてまいりました。田中と申します。皆さんご承知の通り、森友問題というのはこれ国家権力の犯罪行為です。何が何でもやっぱり正していかないといけないということで、ただ一人一人が声を上げること大事ですけど、韓国のようにみんなでドンと大きな声を上げようということで、デモ集会を仕掛けてまいりました。で、今度3月31日に香港 の、 大功労者といわれる、豊中市議会議員の木村誠さんをお招きして、参議院会館 の、 101会議室で、緊急集会を開きます。森友問題の今後を占う緊急集会という形で開催します。13時から、開催しますので、皆さん関心の深い方はぜひ木村誠さんの生の声を聞きに来ていただきたいと思います。それからその先の活動としては、4月16日に、前回3月19日に、全国に呼びかけて集会をやりました。2000人ぐらい集まりましたかね。でもまだまだちっちゃいです。やっぱり数万人規模の集会にしていかないと国会の中にはなかなか声が届きませんので、それに向けて4月16日はもっともっと大規模な全国的に国会前に集まってもらえるようなデモを開催したいということで、今計画立てて実行に移すところでございます。
ぜひあのこの、中継を見ている方もあのこの森友問題というのはあの安倍政権をあの崩壊させるもう最高のチャンスだと思うんですよ。今まであの安保法制その他もろもろで大嘘をつきながらもなんとかあのすり抜けてきた安倍政権を今回この件で糾弾できなかったらもうずっとこういう悪政治が続きます。ですからそういうことないようにあの皆さんもあの国民の皆さん有権者の皆さんもあのぜひ意識を高めてここでこそ安倍政権を糾弾し退陣するんだというあの大きな覚悟でぜひとも国会の前に、イベント的にお集まりください。よろしくお願いします。ありがとうございます。松山さんにもいろいろご協力いただいてどうもありがとうございます、はい、青木さんもありがとうございます。はい、皆さんぜひあの国会前、参議院ですね、参議院の、議員会館の101会議室3月31日皆さん行きましょう。木村さんいつもお電話でそのデモに参加されてくださってたんですが今回はご本人がいらしていただくということで、すごく注目のイベントです。ではですね今日、メインの、講師であります青木さんにあのバトンタッチいたしましてこの森友の8億円減額詐欺の全貌ということで、はい、スライドとともにお届けいたします。青木さんよろしくお願いします。ちょっと僕立ち上がりますんで、はい、大丈夫、はい、すみません。あの紹介いただきました青木と申します。早速ですねあの最近あのテレビを見てもですね、まあ、ラジオでもですねもうこの問題がずっと報道されてるわけですね。で大体あの皆さんあの状況をあのお分かりになってると思いますので今日は話を、まあ、短くまとめるためにレジュメを作ってきました。でレジュメに沿ってですねあのお話ししていきたいと思うんですけども、でところどころで航空写真とかですねそういう資料がありますのでそれはここの画面で説明していきたいと思います。でまずレジュメご覧になっていただいてあの外境っていうことで書いてるんですけども、まあ、今一番問題になってるのはこの3点経過の上でいうと3点ぐらいかなって3月の10日にですねあの籠池理事長が、まあ、突然奨学金認可申請取り下げということを発表したわけですね。でこの発表された時に私なんかもあこれは大きなですねその、ま、幕引き の, あの準備が始まったなとそういう意味で、ちょっと心配したんですけども約1週間のうちの3月16日のですね参議院議員の、森友学園へ の, あの視察ということでその場で案内に立った、籠池理事長からですね100万円の寄付金のが、安倍晋三からあったという、まあ、爆弾発言があったんですね。でそれで急転直下この問題がですねもう一度、息を吹き返したというそういうあの結果だったと思います。で3月23日にはですね、まあ、証人喚問が行われました。3日ほど前です。でその中で、ある意味では籠池証人からですねあの期待にたがわず、恐ろしい多分安倍晋三あるいは自公政権についてはですね多分耳を塞ぎたくなるような恐ろしい発言が次々となされています。まあ鎌池さんはですね2015年の9月5日、
昭恵夫人の講演会の時にですね、園長室で100万円を、まあ、付け人であった秘書さんをですね、まあ、外に出した形で2人きりになった形で、100万円をもらったという発言を、証人喚問で行ったんです。で、まあ、そこらの経過はですね、もう皆さんご存知なわけですけども、その中で一応論点としてここに書きましたように2つ大きな論点で、多分この、森友問題を考えていくときに、ここの論点をきちっと我々なりに解釈してればですね、あといろいろな問題というのは付随的にですね見えてくるようになると思います。まあ、残念ながら今はですね、どの問題が一番価値があるのかっていうところはですね、ついつい、ぼやけてしまうような一つの、まあ、報道の流れもあります。で、ここに書きましたように、まず関与していれば首相も議員も辞めるという安倍晋三発言があります。で、これが、まあ、実際に実行されるかどうかという話がありますが、少なくともですね、その中で私や妻が関係していたことになれば首相や国会議員も辞めるということまで言ってます。で、じゃあ事実についてはどうかというと、寄付100万円についてはですね、の事実については、まあ、現状で意見が分かれているわけです。で、鴨池さんは、事実があったということを詳しく、で、当日は土曜日だったんでですね、郵便局に振り込むこともできず、森友学園の金庫に、収納してですね、月曜日に郵便局に振り込んだという、誰が振り込んで、その時に、最初はですね、安倍晋三というから寄付があったというふうに書いたんですけど、これはまずいだろうということで、書き直したという、そういう細かなディテールを含めてですね話があったわけです。で、これに対して菅官房長で安倍首相のサイドからですね、そういうことはなかった。で、ただ、菅安倍ともですね、昭恵さんからの伝聞なわけですよね。で、昭恵さん自身はフェイスブックとかではですね、そういうことなかったということを言ってるようですけども、森友学園の、副院長とのやり取りのメールの中ではですね、記憶にないというような表現を使っています。で、その他にこの証人喚問を通して大きな問題になってきたのは、谷佐恵子秘書からのファックス、これは、籠池証人の話によればですね、籠池証人が、昭恵夫人に電話をかけて、問題解決を依頼したと。で、それに対しての、まあ、返答としてですね、秘書である、昭恵夫人の秘書である谷佐恵子さん、秘書が動いてですね、で、その中で、そのファクスの中では財務本省にも問い合わせた。で、この件は昭恵夫人にも報告済みだというようなファックスが送られていた。で、まあ野党サイドから言うとですね、今まで関与してこなかった、つまり単に寄付を、出すことによって、森友が今進めようとしていることについて後押ししたっていうだけではなくてですね、こういうふうに、依頼があってですね、秘書として動いたっていう、これは、関与を示す、まあ、証拠だっていうお話があったわけで、これに対して自公は
どういうふうに言ってるかって言ったらですね、単に心情に応えただけっていうふうに言ってます。でここらはですね、まあ実際に行政とですねやり取りした我々自身もですね、まあ、市民団体として行政に何か言っていくときに、民間人が行政に何か言っていってですね、こんな風に動いてくれることはまずないです。で今回の場合でも財務省の提出した書類についてですね、その書類はいつどこで提出したものなのかという問い合わせを国会議員を通して、国会連絡書を通してですね、質問したところ、3日間ずっと質問し続けてもですね、まあそらっと受けた対応しかしないという。で最終的にはですね、この情報については、秘密にしなきゃいけない、個人の秘密の内容を持ってるのでですね、出すことはできませんみたいな回答が出てくる。で完全にですね、国側は、情報統制を引いてシャッターを下ろしているという状況でですね、まあこういう対応をしたということが今現実的に問題になっています。でもう一つ、まあ今日の主要な論点なんですけれども、もう一つは格安払い下げの問題です。で、事実としてはですね、第1回目に森友学園が、除染とゴミの撤去を低深部約3メートルぐらいの深さまでやりました。でこれをやった時にですね、これはちょうど森友は賃貸借してたんですね。最初賃借だったんです。でしたがって財務省が持ってるという、土地は財務省が持ってるという、そういう場合は、まあ、皆さんもご経験があるようにですね、除染とゴミの撤去を、森友学園がやって、でその代金の支払いを請求していくという、そういう経過だった。ちょっとこれ、その次、これちょっと見ていただいて、皆さんの、資料のお配りしている資料の表一の中に出てくるんですけど、この1回目のゴミの撤去量で1億3176万円表一、表一はちょっと食ってください。資料1です。はい。表1です。表1。はい。表1です。ずっと食ってください。3ページの。はい。3ページ目。はい。3ページ目。3ページ目の表1ですね。はい。はい、一番上ですね。3ページ目。ゴミの撤去量が1億3170万。で、2回目がゴミの撤去量。これは算定なんですけども、更新部。低深部、高深部、深い、高深部っていうのは深いところですね。これは売却価格から、この時には、売却するっていう、売り払うっていうことだったので、売り払い価格から減算するっていうことで、8億1900万円。で、合計9億5076万円の、ゴミの算定価格になる。で多分ですね、私も国会議員だとか国会議員秘書さんをずっと取材していて、ここのところの経過がですね、あまり皆さんはっきり整理されていないっていう、うん、でもう一つややこしくしていたのは、そのゴミの撤去量の、請求をちょうど行っていてですね、お金が払われるか払われないかっていう、ちょうどその時にもう、
売却の交渉をしてるんです、うん、だから余計ですね、あの経過が分かりにくくなる。でまあそういう中で、何のために最初このとこ借りたんですか。あとで、ね、でまあ、こういう経過があってですね、自公安倍政権および国、まあ、財務省国交省は、適正な措置であった。最初はですね、違法性がないとかなんとか言っていて、最近では国会での質疑を聞いてるですね、適正な措置であったというような、表現をしてます。で、まあ、野党世論は大体おかしいよという。で、格安問題を今日の本題の、に入っていきますけれども、ちょっとこれ写真に持ってきものをしていただきます。格安問題を解く鍵ということで、その1、この図面、皆さんのお手元にもこの図面があると思います。これは参議院議員の、森裕子議員がですね、4ページです。4ページ、はい、作られた資料です。4ページで、この資料はですね、で2通目が平成26年度のやつですね、はい、こっちの方が新しいんです。新しいですね、はい、4年も新しい、はいはい、何ページですか。2ページのその3のところです。その3です、はい、それでこの2通の資料からですね、何が分かるかというのをその4で書いてるんですけども、結論的には約3メートルより深い地中部分にはですね、ゴミが存在しないということです、うん、で、ちょっと写真を、この図はですね、今の2番目の報告書の資料です。これは5ページですね、はい、これは森友学園の用地のこれ地層ですね。上が地表面です。下になっていくほどずっと深い、メーターを書いてると思うんですけども、マイナス10メーター、マイナス20メーター、マイナス30メーターという形になってます。それでこの中でこの報告書の中で確かに3メーターまでの部分、これは盛り土層というふうに定義されています。で、その次の層が第一粘土層を、その次が砂質、砂の質、土層、砂質土層、その次が第二、粘土層、その次が、第一砂質土層、その次が第一粘土層、その次が第二砂質土層で、先ほど言ったようにここまで来ると比較的安定してるんで、ここまで杭を打てば建物の、まあ、地震があっても大丈夫でしょうよっていう、そういう報告書なんです。で、この盛り土層、一番上の約3メーターの盛り土層の中にゴミは含まれているけれども、それ以外の層をゴミがあったという報告にはなってないわけです、この報告書では。で、したがってですね、ゴミは3メーターまでしかないんだよと、ざっくり。で、じゃあ次にその後なんですけどね、レジュメ言っていただきたいんですけども、8億円の、計算の根拠、これもう一つまた、その次です。次、あ、はい、次、あ、これです。あ、これで大体いいかな、はい、はい、いや、そうですね、これもうちょっと小さくなる、ね、
あ、あの、あるから分かると思うんですけど、はい、はい、じゃあこれで後で編集でやる、はい、はい、はい、じゃあ今のこの、はい、はい、これで計算はですね、どういうふうにやってるかというと、この皆さんにお渡しした3ページの一番下ですね、表算です、表算です、3ページの一番下、はい、はい、これまで国会でもですね、もちろん国会議員 の、 皆さんもこの、根拠、8億円の算出根拠については、質問されているわけです。でここに共産費5190平米って書いてますように、全体として森友学園の土地は8770平米の土地です。森友学園の土地は8770平米の土地です。そのうち、まあ、約6割ぐらいですので5190平米ここの部分を、再度掘り返したんだということです。これ2回目の話ですね。2回目の8兆円の根拠です。それでもうちょっと詳しく聞いてみると 1,2,3,3 つの部分がありますよということです。3つの部分は一番最初は303平米かける 9.9 メーターかける0.471、これで、ここでは1700って書いてるんですけども、これは、福島みずおさんの事務所が国交省に尋ねてその算出根拠を教えてほしいということで尋ねてるわけです。で、メモを読みますっていうことで、じゃあそのメモを送ってくださいって言ったら、これはちょっと公開できませんということで、とりあえず伝文で書き留めたやつがこれで、これ計算がですね、実はちょっと間違ってましてですね、これ実際計算すると1700じゃなくて1413になります。皆さんの方にはこれ正しいやつをちょっと書いてみます。で2番目が2377×3.8×0.47 でこれが4254、3番目が、2510×3.8×0.47 で、5400って書いてるんですけど、まあ、4492でこれをですね比重計算をして、トンとして何トンあるかというふうに数字を表したらですね、1番目が、2720トン、2番目が8160トン、3番目が8640トンで、合計すると19520トン、これは国会でもですね約19500トンのゴミがあります。でそのゴミを処理するのに8億円かかるって説明があるで、もう一回ですね、このこれ今の説明をですね、具体的にその福島みずおさんの事務所ではこういう図面も見せてもらいながら説明を聞いてるわけです。7ページですね、はい、はい、7ページで、ここにですね、これが校舎部分です。これが体育館の部分で、この中にちょっと見づらいんですけども丸印があると思います。これは杭の部分、1番目というのはこの杭の部分、杭は286本と校舎が286本と体育館が96本、この合わせた杭の部分の総面積が303ということです。さっきのこれが1番目になります。で2番目はこの校舎部分、
建物の部分の杭以外の部分が、2377で、3番目がこの赤で囲ったところ。赤で囲ったところが囲ってですね、この校舎部分を除いたところ、これが、2510平米という、こういう計算をしたと。で、ここでちょっとですね、このデータを見てて意外に思ったのは、さっき言いましたように第1回目として約3メーターまでゴミをさらってるわけです。で、食い打ちを始めて深いところまで行ったらですね、改めてゴミが出てきたという話だったですよね。ところが 9.9 メーター深いところまで土砂をさらうっていうことを計算してるのは1しかないんです。何ですかね、1番目の、今3つのエリアのお話をしましたね。杭の数じゃなくて1番目ですね。はい、1番目の303平米、つまりこれは杭の部分を総合計したら303っていうふうに話しました。そこの部分しかですね、 9.9 メーターまでの計算してないんです。その他の部分はもう一回さっきの氷山の数字を見ていただきたいんですけども、3ページですね、はい、9.9 メーターまでか計算しているのはですね、1の303だけでですね、2番目3番目は 3.8 メーターまでしか計算してないんです。これは何でかっていうとですね、さっき1番目に2番目の資料をずっとお見せしましたけども、1番目に2番目の資料でも3メートル部分ぐらいまでしかゴミが埋まってないということは明らかになっている。それでそれに合わせるためにはこういうふうに計算方法を示さないとですね、まずいよということで多分担当者がこういうふうにやった。だけど考えてください、1回目もすでに済んでるわけですよね。1回目のゴミさらいは3メーター部分までゴミさらいは、さらに2回目、深く掘ってゴミが出てきたのでやりますって言ってたんですよね。深く掘ってっていうのはここで計算上ですね、303平米っていうのは全体の、5190のわずか 6% でしょうね。そしたら計算上もですね、8億円のゴミが出てくるはずないじゃないですか。これ結局ですね、実は この類のひどいことっていうのは今までもいろんなところでやってきてます。だけど情報を明らかにしないね、であるところでは明らかに事実が分かっても世の中に広まらない。それをいいことにしてですね、もうネグレクトしていく。で裁判でいろいろやっていってもですね、裁判官自身もだらしないからですね、ちゃんとした判断をやらない。だからこの問題はですね、これははっきり言って小学校高学年の人だったら理屈が分かります。この理屈、先生おかしいって、はいはいはいおかしいですってみんな言うような理屈で、こういうことで8億円を計算してたっていうことが分かったんです。で次、新聞は出さないんですね。いやで、ここが初めて、今ここで話したのは初めて、はい、そうです。新聞やマスコミはまだ報道してないってことですね。教えて。いやいや、それはだからこのニュースを通して、このニュースを通して皆さんにお伝えしていく。あと新聞屋の中に教えてやるんだけど、そうなんです、はいはい、日本最先端です。教えてやるんです、はい。で、まあ今日もですね、証人喚問で明恵さんをなぜ呼ばないのか
とかという話に対して、今日あの自民党のどなただったかっていうのを忘れちゃったんですけども、鴨池さんはですね、部署ごとに違った、事業費の参加所のところでですね、違う報告をしていると、まあ1対 1.5 対2っていうか、そういうですね、報告をしていた。これは明らかにその虚偽記載でですね、もう刑事罰を問われるような内容だったんで証人喚問したというふうに言ってたんです。だけどこれは何なのかって言ったら、これは明らかにですね、虚偽ですよね。でこれで8億円負けたっていう、負けちゃったわけです。根拠がない、根拠がないわけです。でこれは明らかにその背任行為ですよ。じゃあなんでこんな犯罪行為がこういうことを行えることになったのかという、この犯罪行為を、この犯罪行為を追いかけていくためには何が必要かといったら、誰が口聞いてる、誰が口聞いたからここまでひどいことをやったのかっていう、そこら全貌を明らかにしていくしかないんじゃないかと。でまとめにですね、ちょっと書いたんですけども、レジュメなんですけども、詐欺行為によって国有財産を払い下げ関与した2ページですね、はい、関与した政治家はどこまで知ってたのかっていう、で多分知ってたんだと思います。2ページの一番下の詐欺行為によってってことで、これ当初ですね、一般公募、まあ週刊誌なんかではですね、すでにこれ一般公募をやってるっていうような書き方をしてるんですけども、一般公募をやったことはないんですね。国有財産を振り払いますよっていうことを一応表示はして、まあ公表は財務省はやったことはやったんですけども、ただ公共、公用ということを優先しました。これは地方自治体とかですね、その他まあ病院だとかそういう地方自治体に準じるようなそういう事業体についてまず、募集をかけて、でそこが、手を挙げなければまあ一般公募、一般競争入札にやりますよっていう、そういう建前だった。で皆さん思い出していただきたいんですけども、森友学園が取得に手を挙げた時には森友学園は条件なかった、条件なかったっていうのは、小学校をですね建設する認可も下りていなかった。これは大阪府の、管轄だった、大阪府の進学審議会の管轄だった。で一方で財産も持っている、お金もなかった。まあ我々と同じような感じで、ちょっとそこはあれなんですけど、そのお金もとにかくなかった。そうすると条件がなかった。いや普通だったら一般公募すればいいわけです。あなた方条件ありません。1年何ヶ月もですね、ちゃんと条件が整うまで待ってるわけです。一体これ何なのって。つまりここに、こういう国有財産を払い下げたいというターゲットが決まるわけですね。それがどんな無理筋でね、口利く政治家によってですね、どんなことでもできるんだということが示されたのが今回の問題なんです。それで、先ほどもですね、田中さんがおっしゃったように国家の犯罪なんですよ。でここまで問題が明らかになるっていうことはまずないと思います。いろんな条件が重なってこれはここまでたどり着いたんです。これをですね、ちゃんと私たち市民が落とし前をつけなかったらですね、とんでもないことになります。なぜかっていったら官僚たちはね、あそこまでね、やばいところまで行ったって乗り切れたっていう、もっとひどいことをやっていくみたいな、まあ
ここに、ちょっと まとめで書いておいたんですけども、今回の最大の問題ということで、まあ、有力政治家が頼めば国有財産をほとんど無償で払い下げるということができることになると。で現在の自公政権と官僚はこれを適法と言ってます。自公は安倍政権の下、国交省と財務省が協力し、これに松井維新、府知事もですね協力し、ここまで腐敗が進行している。で、まあ、実態を明らかにする証人喚問、そういう声をですね私たちも上げていく必要があるんじゃないかっていう、まあ今日のレポートは一応そういうことでよろしくお願いします。あと、どうもありがとうございます。ご質問があります。じゃあ、青木さん真ん中に座っていただいて、はいはいはい、天野さんも感想を含めて。あ、はい、今、まあ、9.9 メートルのまで、掘り進めたらそのゴミがたくさんあったんで、たくさん8億1900万それをペットするにかかりましたっていうのが、建前なんですね。そうそうそう。ところが2回目は 9.9 メートルほとんど掘ってないそうそうそう。3.8 じゃないかと。そうですよ。確実に嘘ついてるだろうと。9.9 メーターまで掘りますよっていうのは、彼らの説明ですよ、はい、彼らの説明の範囲でも、はい、その 6% 全体の 6% しか掘ってないと、はい、ということなんですね。これはね、はい、ちゃんと、ゴミを取り除きます取り除きますと、いわゆるやるやる詐欺ですよね、うん、本当そういう、そういうレベルですよ。これ今聞いた話では おそらくこれはいろいろと行われて、このようなことが行われてきたことであろうということですよね。まあいろんなところで。いや、それは今日の中ではですね、また山ほどあるんですけどもそういう事例が、はいはい、もっと大きな、はい、事例で、はい、僕らも証拠つかんでる事例があります、はいはい、ありますけども、今日はとにかく今は無理と思います。 3.8 メートルしか掘ってなかった。2回目、3回目は、ね、これははっきり言いますとですね、掘ったか掘らないかというよりも売却するにあたって 9.9 メーターまで掘ったらゴミが出てきたという森友学園の報告を受けてるんです。じゃあ売却料を減額しますと、じゃあどんだけ減額したらいいのかっていうんで想定するゴミ量 を計算したんですよ。その計算だけなんです。これはで実際にですね、先ほど 9.9 メートルの掘る理由は何だっけ。それは 9.9 メートル、杭を、校舎を建てる、体育館を建てるにあたって杭を一応基礎杭を打つためにボーリングしたらゴミが出てきたと。 9.9 メートルまで掘ったらゴミが出てきましたよっていう話です。最初のボーリングはゴミが出てきてないんでしょ。最初のボーリング、試しボーリング4カ所か5カ所やった時は、うん、ゴミが出てこない。それはね、ちょっと僕分かんない。出てこなかったらしいです、うん、で出てこなくて、でお金の取りようがないから、ゴミ代の請求しようがないから、いろんなとこ掘ってみたら、うん、ペットボトルとかが一部から出てきたんで、それが全部にあるみたいに報告書を出して、その報告書はもう、それだからさっき僕、ちょっと紹介しました。なんか工事会社の社長が自殺したっていうので、はいはい、なんか関係あると私は思ってるんですよね。結局、その社長の証人喚問なんかやっちゃったら、全部バレちゃいますよね、そんなの掘ってませんよ、うちはと。そんな高い値段請求もねさせてもらってないんだけども、なんだか上の方で随分、ね、8億円かかったような話になっちゃいましたなと。そんなこと言ったら困るから口封じのたまに殺されてんだと思って。工事会社の社長というのはこの工事を担当した会社ですか。孫受けらしいけどね。孫受け、同じ名前で田中産業っていう会社なんですけど、で、まあ、ちょっと独自に
でしょう。じゃあ、マイク、いや、いいです。マイクがないと、あまりカメラに入らないですけど。独自にちょっと調べて、木村さんなんかと話した内容からすると、直受けじゃなくて孫受けの会社なんですけど、その直受けの会社からとにかくゴミを見つけてくれと、ゴミを見つけてくれという要望があって、それをカメラ行っていいですか。ありますよ、カメラ。他の子田中さんだけ、それを探したんだと。だけどゴミが出てこなかったから、その報告書を直受けの会社に提出したんだと。で、インタビューもテレビとかでインタビューも受けてましたけど、まあその人は実直な人なんで真実を話してしまったわけですよ。私のところでは土砂を運びましたけどゴミは運んでませんみたいなことをメディアに伝えちゃったわけですね。それから10日後に亡くなっちゃったと。何のメディアですか。どこだろう、朝日か、ちょっとそこはテレビですか。テレビか新聞か、見たことないな。しか分かんない。いや、どっかにね出てました。それはまあ情報としては流れましたね。どっかに出てました。で、出て、それから9日後、10日後に自殺されたんだけども、まあその件に関して言えば親御さんとかご家族は全くその亡くなられる原因はないんだと。で、会社自体もそこそこ安定していて、全くその自分から命を落とすようなことはもしあったとすれば、今回の件でものすごくそのメディアにね顔が出たんで、家族に迷惑かかるんじゃないかみたいなことはあったかもしれないけど、そうやって自分で命をなくすような人じゃないんですということは、いや違います。いや、それで、はい、心臓発作みたいな形で、自殺ではないですか。いや、自殺で家族は心臓発作みたいなことを病院に訴えたんですけど、結局司法解剖もされなかったんですよね。怖い。そういうことの問題含めてね、それはすごく大事な問題だと思うんですけども、なんていうか、今テレビだとかそういうところでずっと流れてるのはほとんどそれに類するような感じなんです。つまりスキャンダルなすなことを追いかけてですね、視聴率を稼ぐっていう感じなんです。だけど僕なんか思うんですけども、つまり今我々が手持ちで持てる客観的なデータあるわけですね。これを使ってね、ちゃんと攻めていくことができるので、やっぱりそこをちゃんと誰もがですね、そこをちゃんと言えるような感じになっていけば蓋はできないと思う。で、今100万円受け取ったか受け取らないかっていうような話で、それも片方はですね、証人喚問で言ってるわけだから、そのもし偽証だったらそれ問われる、刑事罰問われるような中で片方は言っていてですね、で片方は記憶にないみたいな話で逃げ回ってるわけですから、その問題はその問題ですごく大事な問題なんですけども、ただその問題だけでやっぱり追いかけていくと、自民党の議員は何を言ってるかって言ったら、秘書さんが昭恵夫人付きの秘書さんがとにかく常時片時も離れることがなかったというふうに言ってると。だからその今回の籠池、理事長の発言は嘘だというふうに言ってるわけですよ。だからそれに対して結局はどっちか分かんないからっていうふうに言ってたらですね、今度秘書さんがすごくやっぱり責められることになりますね。彼女がもし、いや私は時に確かに席を離れましたっていうふうに言えばですね、
今度やっぱり昭恵夫人を勘問しろって話になってくるんです。それすごくキーマンになってるわけです。もうそのキーマンがちゃんと発言できるかどうかって、安倍首相の首が遠くるぐらいの話ですよね。だから我々はそれを心配しながらですね、それ以外のところでちゃんとこういう問題でちゃんとおかしいということを言えるじゃないかということを我々は進めていかないと、またですね、死人が出るんだろうかなと心配しています。谷さんがすでに南米に飛ばされたって、あれがネット上のデマなのか、それとも本当なのか、もしいる日本にいるとしたらちゃんと出てくるべきだし、そもそもこの時期にいなくなるのではなく国会で承認喚問するべきですよ。それなのに出てこないで、その土壌の問題にしても実際に工事に関わった方が一番わかるわけなのに、そういう方がこう絶妙だと言ったらいいのか、最悪なと言ったらいいのか、こういうタイミングで自殺されるって明らかにおかしいですよね。でこれ青木さんからいただいた資料をもとに作ってみたんですけど、 0.6% の土地の杭を打ったところだけが 9.9メートル先に半分の誤差で、約半分の誤差で廃棄物があったと、それを根拠に8億円と言ってるんですが、この8億円の廃棄物もし実際あったとしたらどのぐらいの容量なんだろうということを計算したときに導き出される図なんですけれども、校舎以外のでその敷地との境界面積を抜いた残りのこの埋没が埋設可能エリアの全てが10メートルの深さで、全部ここが廃棄物だっていう量ではないと8億円にならないと。どうして 0.6% のところだけを根拠にやってここが全部廃棄物だって言うのかって、明らかに、いろんなことところで論理破綻してるわけです。また今日、貴重な機会なので住民の方もゴミがないと言っているということをちょっと短い動画でお伝えしてもいいでしょうか。大臣、ゴミをさ、はい、見たとき写真撮るんだよ。いきますね。写真持ってないじゃん、ゴミ、ゴミの出してる写真、はい、それも問題で写真なんて撮るのかもしれない。この方どんな方かと言いますと、元豊中の議長さんです。1967年から、はい、1999年、その間ずっとこちらに住んでました。それから私と住んでる前はここは田んぼやったんでね。田んぼやからそのテレビに言ってるようなね、一瞬のそのものとかね、ゴミとかはね、ここには一切ありません。うん、そんなトラック 4000台も運ぶなら、ね、ゴミはこの中にありませんでしたから。ここに移転跡地、国有地を集約した都市施設用地を確保し、災害時の一時避難地機能を持つ近隣公園を整備する。これはこの土地は阪神・淡路大震災、平成の阪神大震災で大被害を受けましたのでね、それで市長の方からここに将来東南海地震が来るから、この北部は一時避難の時の公園にしますと、これは豊中の市議会で決定した。平成11年の3月のこの平成11年の3月の市議会でこれをみんな決定したんでしょ。その学校を建つのにね、豊中市が公園にするために国の土地を買い取って、そして建てる約束をしてあるのに、豊中市も
ドナ町の私は地権者で、地権者ですから、地権者にその紹介のらしい。もともと、これ、議長さんなんです。豊中市議会の議長さんで、この157名の方が住んでいる、場所だったと。それを、立ち退いた理由としては、乗光さん、とおっしゃる元議長さん含め住民の方が、公園を作ろうと、地域の住民の方のための、避難所となる公園を作ろうという思いで立ち退かれたそうなんです。それは平成11年で市議会でも決定している事項で、乗光さんたちは、国有地だ、引っ越されて、で引っ越された後の引っ越し代なんかは、家を建てる費用は、ご自身で負担されて、乗光さんは3000万円負担したんだって。157名がそれぞれ年金を切り崩したりして、移住したのは、もともとその地域のため の、仮設住宅があったりして、阪神・淡路大震災の、体験があるから、だからこそ次の地震の時には地域で助け合おうということで、一人一人金額も負担して辛い思いをされながら移転したのに、待っても待っても公園ができないと。で、先ほど青木さんの、作ってくださったこの、年表を見てもね、年表を見ても、本当であればここは両方とも公園にするべきだったんだけども、の国が提示した価格が 高いということで、豊中市は半分しか買えなかったんですよね。でゴミがないということも、詐欺ですし、そしてその土地をもともと何のために使うかと、住民の方を、自腹で引っ越してもらって作った土地を、公園ではなく、こういう形で豊中市に売るのではなく、なぜかその一学校法人に売ったというね、ダブルで詐欺なんですよ。そして住民の方の思いも踏みにじってるということもありまして、この問題本当に追及しなきゃいけないと思います。小児訪問の時にももっと籠池さんは確かに覚悟を決めてやってきてくれたけれども、このゴミがあったかなかったか知ってるのは籠池さんだし、そこをちゃんと誰か国会議員の人が野党でも追及してくれればよかったなと。あまりゴミの問題にいかなかったですよね。これからでもやったほうがいい。工事をやった、やった、はい、会社とか、やっぱそういう現場の人たちとか、はい、そういうゴミの業者とか、ね、はい、そういったものも含めて、やっぱ証人喚問のような形で、うん、明らかにした方がいいですね。でも我々も国会の議員の人もちょっと個別に話しないで、はい、じゃあ質問、質問、じゃあ今から質問されたい方は手を挙げてください。はい、どうぞ。国会議員のところ行って一人一人、山本太郎君とか、はい、そういう人のところにしっかりした人を行って、この問題を徹底的に話して、それでみんな協力して、住民も市民も知ってる市民もね、先進的心のある住民とね、そしてやらなきゃいいよ。これから常に立ち上げてやってやりましょう、うん、このみんなメンバーでも。こちらも素晴らしいからさ。でそれで今や国会議員と手つないでやるしかないんですよ。これ我々だけじゃないんですよ。あと天野さんもよかったらなんか出演して喋っていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあちょっとマイクで。野党委員会で、もともデモのこ の、 問題について、プロジェクトができて、野党4党で、結構若手のバリバリの議員さんが集まって、チームが できてるみたいです。そこ行って、でそこに行って陳情っていうか、デスカッションで陳情なんじゃない、同じセンターラインだよという動きが今あるんですね。はい、ありがとうございます。まずご質問、マドさん、マドさん、ぜひぜひ。いやいやいや、触っちゃったこれ。あ、どうぞどうぞ。いやいや、そんな簡単。今、今撮れてます。撮れてます。パロディストの有名なマド天野さんが今回、マドさん、これをぜひ書いてください。参加いただきましたので、今のこの件に関してちょっとご感想をいただきたいと思います。今回ご案内いただいて、もうぜひともと思って、日野という駅が意外に遠いんでびっくりした。新宿からなかなか届かなくてね、ようやっと届きました。でもこの問題大変な問題ですよね。で先ほど、下請けの社長がね自殺だっていうのも一例ですけども、
これもたもたしてると看護池さんも自殺ということになる。これは冗談、ね、冗談ではなくて青木さんも気をつけてください。いやだからそれなりに発言力のある方はよっぽど注意しないとというそのくらいのテーマですよ。なぜかというと安倍首相が自分の首かけたような発言したっていう、それとって一つとってもね、彼らにとっても相当これは大きなテーマだっていうことですよね。ですからここで皆さんにもお伺いしたい、青木さんにもお伺いしたいのは、一体その背景にねどんな権力があるのか、財務省なのか麻生太郎なのか、いやもっと大きなねものがあるのか、そこが見えてこないし、うっかりその虎ノ門を踏もうとすると自殺ということで、私は言っときますが絶対自殺はしません。青木さんも絶対死なないと思うんですよ。でもみんな自殺ということでね、葬らされるっていうのが事実なんで、なかなかこう映像がまたこれで出ちゃうと私もまた狙われる可能性があるんで。マドさんの場合は普通に、マドさんこのゴミの 0.6% しかないのにあれだけの量詐欺したっていうの、ぜひなんかイラストとか混ぜてマドさんの発信経路からやってもらうとどんどん広がると思うんで、それはやるんですけど、はい、自殺しろって言われてるような気がしていや人数増えたらさすがにこれ死んじゃえば大変になるぞって、いやいやいや、まあ、攻めていくしかないんですよ。もうこれは看護池さんが生きていてほしいと思いますね。まあそのぐらいのテーマだっていうことなんで、どういうふうに私たちに、ね、やっつけていくのか、それはよほど丹念に検討していかないと、皆さんの命も危ない、それから家庭持っておられるわけだから、それはいろんな形で出てくる。そんなこと言ってもしょうがないから、血液はアルカリ性にしとかなきゃダメだよ。なんかすごい話になってきましたけど、それやらなければ、まあ、まだ今日お話しできない素晴らしいね、今内容のものもお持ちなようなんで、ぜひ奥さんにもまたいろいろと ご教授をいただいて、みんなでが、まあ、なんとかねしたいなとは思っています。どうも失礼しました。はい、ありがとうございます。すごい豪華ですね。豪華出演陣、はい、まあ、今のねその、はい、すごいやばい問題だっていう、まあ、大きな問題だっていうのはまさにこの、まあ、事件もそうなんですけども、国有地のその払い下げの問題全般にこういったことっていうのはおそらく関わっていて、おそらく昔から似たような件はたくさんあるのかもしれない。まああるでしょう。で今回氷山の一角がこう出てきて、それをこうねいろいろ安倍昭恵さんが関わってたりとかしたんで、名誉校長とか関わってたりしたんで、あとはその森友学園の教育方針がねものすごかったんで、とにかくマスコミが取り上げてそれで話題になったわけですよ。だからこれをきっかけにしてやっぱこの国有地の問題、あとその水道局を民営化するとかいろいろ言ってるじゃないですか今。そういったものも含めてやっぱしっかりしたね、どういった基準でそういった国有地を国の財産をある、まあ、民間に払い下げるのか、そういう査定の部分も含めて、ね、やっぱしっかり精査していかないといけない、はい、それからね、はい、その半分ね、半分は地権者に返した方がいい。半分はですね、公園じゃないから質問に、いや、そうそう、私も言えない。じゃあ、質問タイムしましょうか。じゃあ、最後これ、長野さんの電話をね、静かに今からやる。このね、被験者に、その半分はね、宙に浮いちゃうから、被験者に返して、そして小さい公園でいるから、立ってやりたい人は、それはまたぼちぼちね、小さい公園、あちこち大きい公園ばかりじゃなくてね、はい、それ地権者に一応返して、それだけでも有機農業とか自然農法とかね、それから公園にしたい人は市役所に小さいの買ってもらったり、どんどんね、そういうふうにした方がいいと思う、半分は。じゃあ質問ですね、あと今から出ますの、うん、5分だけ、あ、はい、じゃあ今から、学習指導要領ということで、学習今の話は終わっちゃう、最後最後これも中入る、もしもし、はい、どうも、ですね、これでですね、最後5分だけ、この森友から派生した森友が全国に飛び火するよっていう最新の情報をお伝えしたいと思います。
電話がですね、これ喋って、ちょっと大きめに喋ってもらえますか。はい、大丈夫ですよ。聞こえますか。聞こえますか。はい、どなたにカメラ、マイクがいってるかっていうとですね、教育ジャーナリストの長野敦夫さんです。で、長野さんと先週ですかね、先週、はい、はい、高畑不動でこの教育指導要領案と、これ2020年から教科書になる、教科書の内容に関わる、あの教科書の、教科書みたいなベースなのものなんですが、これが実は、はい、はい、で、これが実は全国が森友化する内容だよという内容なんです。で、これ私たち一生懸命発信してですね、パブリックコメント のイベントを、国会の議員会館でも行ったんですが、簡単に言いますと、初めて幼稚園で国家に親しむとの記述が入りました。そして初めて69年で初めて全文というのができて、国を愛する態度を一層強調する内容です。そして、初めて小4の社会で、国の自然災害に対応する組織として機関の中で自衛隊だけを強調し、必ず教えるよう強制します。また現在小中学校の教科書が、北方領土、竹島、尖閣諸島を日本の領土と記述していると。で、改定案は尖閣は教え方まで強制する内容で、あれってなんか全国に森友飛び火する内容じゃんっていう内容なんですね。で、さらにこれだけじゃないんですよ。長野さんに、昨日教えていただきまして、明日記者会見をするんですけれども、これ大阪の森友学園だけじゃなくて、東京都でですね、この森友化学室教育委員会、はい、東京都の教育委員会、はい、が、後日の通りオリンピック・パラリンピック学習読本っていうのを作ってるんですよ。これが実は結構な問題でですね、これ全て東京都内の小中高校に配布したが、この配布のために1億6000万を支出した。そしてその内容なんですけれども、どこが問題なのか、長野さんご解説お願いできますか。長野さん、はい、はいはい、ですね、幼稚園のことについてですね、はい、聞こえますか。すいません、はい、大丈夫ですね。この前、15日のパブリックコメントの締め切りの日にですね、松山さんと私、長野と小野寺さんとで、文部科学省の幼児教育課の靴田進さんという、まあ、課長補佐級の方に、電話でもって取材をしたという中身を話しておりますが、それでよろしいですね。あ、いえいえ、まずこのオリンピック・パラリンピック学習読本、明日の記者会見に関してなんですが、その中で 何が問題なのかっていうことをまずお願いします。あ、なるほど、はい、すいません、オリンピック・パラリンピック学習読本、以下略して五輪学習読本と略して言わせていただきますが、これはですね、東京都教育委員会が、まあ、場所、オリンピックが2020年に東京であるということで、開催するということでですね、実は去年の4月から年間35時間オリンピック教育を強制しているわけです。で、それは小学校の4年生以上から高校3年生までに、強制してきています。年間35時間ってことは週あたり1時間オリンピック教育をやれってわけです。で、オリンピックといってももちろんパラリンピックなど私もそれなりに、いいところもあるかと思いますが、オリンピックの中で国家主義的なところを教え込むんですね。聞こえますか。すいません、聞いてます。聞こえてます。はい、特にオリンピック・パラリンピック五輪教育の実施指針というのを東京都教育委員会が去年作りましたが、その中には日本人としての自覚と誇りを持てるような教育と書いてるんです。オリンピックに便乗して日本人としての自覚と誇りという愛国心教育を強制するんだということなんですね。そして合わせてその税金を、多額な税金を使って作ったオリンピック学習録音、これにはですね、こういうことが書いてあるんですよ。例えばですね、これは中学校用ですけども、オリンピックの表彰式では国旗が掲揚され、国歌が斉唱され演奏されるときには敬意を表し起立して打倒すると。
つまり君が日本の場合君がってことになるかと思うんですが、君がに対して敬う気持ちを表すんだというふうに、天皇の時代が続いてくださいというあの君がを敬いなさいということを東京都教育委員会は強制してきているわけですね。しかしこれは IOC 国際オリンピック委員会の、憲章に違反しています。 IOC 国際オリンピック委員会は1980年の総会でですね、表彰式で使うのは国旗国家ではないんだと、熾烈な国のナショナリズムの争いになっていけないので、選手団の旗と歌を使う、まあ選手団と NOC っていうんですかね、各国のオリンピック委員会の旗を使う、歌を使うってことなんです。もちろんそれはいわゆる国旗国家になることが多いんですが、明日詳しく申し上げますが、13の地域ですね、香港とか台湾とかそういった地域では国旗はありませんね。ですから国旗国家もありません。ですから国旗国家を使うというのは間違いなんですね。それなのに東京都教育委員会は表彰式では国旗国家を使うんだと、しかも国家を敬いなさいとまで言ってる。これはおかしいんじゃないかってことで、明日住民監査請求を松田美也子さんを中心に起こします。なのですね、オリンピック学習旅行ってのはいくらかかってるかというと大変な金額なんです。これはですね、映像教材の DVD や教師用指導書と合わせるとですよ、1億6431万円もするんですね。1億6431万円、これはもっと貧困の子どもとか奨学金とかに回せばいいんですが、大変な金額を使ってしまうということなんです。これは67番号も来てしまったんです。長野さん、ちょっと、5分間ということでちょっと短いんですけれども、ちょっと要約だけということで今日はこのぐらいで電話中継を、短めに終えたいと思うんですけれども、はい、大変な問題だと思います。明日の朝10時55分から東京都で住民監査請求の、書類を提出し、その後提出はですね、はい、10時25分です。あ、25分ですか。それは東京都庁の北、東京都庁第一庁舎、第一庁舎の 北の方の塔ですね、北塔の41階でやります。今日は著名な、イラストレーター のパロディストのマッド天野さんも先ほど番組出演していただいたんですが、天野さんにもぜひ来ていただいて、マッド天野さんにも来ていただいて、そのオリンピックを風刺して合体させたようななんかイラストができたら面白いなと思ったんですが、はい、ぜひ皆さん明日の朝10時半に、都庁第一庁舎の42階41です45分、10時41階、はい、で25分、北棟ですから間違いないでください。北の方の南のエレベーターではダメです。北棟のエレベーター、オレンジのエレベーターです。オレンジのエレベーター、北棟ってことよく言ってください。北棟の41階、はい、オレンジのエレベーターで41階ね、はい、ありがとうございます。はい、どんな気持ちになるでしょうか。クラスの他の子の前で、ゴーダさんはもうちょっと生徒の
要だと思いますね。私の性格はそのようだと思います。あ、長野さん、すいません、あの盛り上がる気持ちはとても分かるし大切なテーマなのですが、ここで中継を終えたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。長野さんからもあのこの教育の問題で東京都も気抜けないよというお話もいただきました。気を抜くと様々なところからやってきます。さっきあの青野さんからあのご質問を受けてるんで、マッドさんから、そうですね、マッドさん、いやいや、僕あの聞いてますんで、はい、彼の質問は、つまりあの今回の問題が例えば、森友に限定されるような話なのか、それとも他にどういう事例があるのかっていう、でそれについてはですね、あのまあ実際昨日か一昨日のあの国会のあの中でですね、財務省が4000件、年間で約4000件国有財産の加害下げということをやってるということで、でちょっと財務省に僕の方も確かめてみたんですけども、もともとそういう権限持ってるのかというと、まあ今回の場合はあの国交省が持ってたあの土地をあの売却するということなんですけども、まあ財務省がこういう売却にあたっての基本的なノウハウを持ってるんで、あの他の省庁がですねそういうことをやる場合、大体ですね事務委託をして、財務省に事務委託をして、で財務省がまあまとめて、だから年間4000件という、だから当然ですね、いろいろ今回に似たような事例っていうのは掘り返していけばあるんじゃないかっていう。でもう一つ、私自身は外気の問題でですねずっとその追いかけたんですけれども、最終的には復興資金を、大きな予算を立てながら使い切れない部分をですね、一般財源で本当はやらなきゃいけないような補助金等に流用していたっていう、まあ有名な事例としては堺市のゴミ清掃工場に対してですね86億円で、富山県の高岡にですね、62億円の、まあ焼却炉の建設費ですよね。この地方自治体が本来的には自分たちの、財源でやらなきゃいけないものも、そういう形で、復興財源を流用してたという。で、多分だからこういう事例はですね、あの我々の監視監督っていうことが緩くなっちゃうとですね、どんどんやらないということになる。だからまあ私の場合は問題一般化していく言ったってですね、結局あのちゃらみ話にはなるんですけども、なんだ世の中変わっていかないんで、あのもうその日本の場合ですね、観客民主主義ってよく言われるんですけども、あの自分が何できるかっていう、どんな問題の場合でも自分が何をできるかっていうところから、あの例えば隣の人に今日聞いたことを話していくっていうことも、まあ、一つのやり方だと思うんですけども、問題を拡散しないでほしいなとは思ってます。で、あと権力に狙われるっていう話なんですけども、私なんかの場合は自分が掴んだ情報をですねできるだけ皆さんにお分けしてですね、あのリスクを分散するあの狙われるのは私だけじゃ嫌なんでっていう、そういうやり方を今日が相当あの広がると思います今日はあのこの今日の放送は IWJ さんとも提携させていただいて、その、青木さんの貴重な資料を含めて編集させていただいた映像を、記事とともに IWJ のさんのサイトでも、配信させていただくということで、小さなメディアですが、天野さんと昨年9月から作ってきたこの緊急事態宣言、
さまざまな形で皆様のお力もお借りして広げていきたいです。先ほどあの教育ジャーナリストの永野さんがどうしても電話で5分って言ったのはですね、おそらく彼もいろんなメディアに企画を出してるんだけれども、なかなか企画通らないと、書けるメディアが少なくなってるということあります。そして朝日新聞で郷田さんという話されてましたけど、かつてはその左翼的だと言っていいのか、まあ、そのリベラル層だ、リベラルだった新聞なんかの紙面の色がだんだん変わってきてるということあるかもしれないんですよ。なので少しでも言論の場を一つでも二つでも広げていくということ、私たち努力してやっていきたいと思います。右も左もいいんですよ。でも自由に発信すること、発言できること、真実をちゃんと言えること、真実を握っている人が殺されないことって当たり前のことをね、やっていきたいと思います。ぜひ新聞、テレビ、雑誌などの皆様もこの私たちの活動をぜひ伝えていただきたいと思いますし、今日の青木さん の, あのご発言の内容、本当は NHK が1時間特集でやるべき問題ですよ。こんなオリンピック読本みたいなものに1億円お金かけてるんじゃなくて、ちゃんと国民が知るべきものに、お金をかけて取材ができるような社会が、作られないと、民主主義守られないと思います。そこで会場の皆様と、ネットを皆様にお願いです。番組維持のためによろしければ入場料も払っていただいて恐縮ですが、カンパを、あのいただけたら。あ、ただですね、ここ5時までとなっております。で今後駅の向こう側のサイゼリアに場所を移しまして、交流会、そして奥さんにもっとこんな話聞きたいなという方はぜひ一緒に行っていただいて、そこの場で広げていきたいと思います。やはりあのブラック企業化しないためにも5時に完全撤収して残業はゼロっていうことを心がけたいと思いますので、なのでどら焼きとケーキ食べたい方は食べていただいて、あ、そうだ、ネットの方はどら焼きないんですからね。でもあのインターネットをご覧の皆様も、私たち民主主義緊急事態宣言、あの番組維持のため、貴重なメディアのためにですね、カンパを募集しています。ぜひあのこちらの番号にいただければと思いますので、郵便貯金の方の口座、いただけたらと思います。これからも取材や資料作りなど、微力ですがやっていきたいと思います。そしてスタッフも募集しています。今回恥ずかしながら私、余裕がなくてチラシも作れなくてですね、手書きのチラシをコピーして時々配るぐらいしかできませんでした。ぜひこの次の番組はチラシ作ってあげるよ、拡散してあげるよというボランティアのスタッフの方いらっしゃいましたら、お力を貸してください。よろしくお願いします。青木さんも数々の失礼をしてしまいましたが、あのこの青木さんが伝えてくれた貴重な情報をなるべく多くの方に見ていただけるように努力したいと思います。今日本当にありがとうございました。今のこの手紙はコピーして出していいんだね。もちろんです。いいですか。はい、じゃあ以上 で, 以上で、民主主義緊急事態宣言終わります、はい、どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃああと4分で撤去だっていう、そうですね。